今週は続々と注目の決算発表出てきます。そこでジム・クレーマーはどのような見方をしているのか。ジム・クレーマー氏は金曜日、経済が持ちこたえる限り株価は好調を維持する可能性が高いと投資家に語りました。今週の決算について、まずはロジテック。クレーマー氏は PC 市場の減速により株価が打撃を受ける可能性があると述べた。ハリバートンの株価は決算発表後に急騰する可能性があると予測。コカ・コーラ、ペプシコと同様に好調な四半期になると予想している。アルファベット、グーグルの親会社は YouTube の好調により堅調な四半期を報告する可能性が高いと予測。マイクロソフト、同社の報告後に株価が跳ね上がると予想しています。メタ、クレーマーは Facebook 親会社の唯一の信者を自称しています。フォードの車には需要があるが供給が追いついていないとクレーマー氏は述べた。アップル、クレーマー氏は同社に関しては保有したらトレードしないということにこだわっている。アマゾン、特にクラウド事業が好調のようで同社を気に入っていると述べた。ちなみにジム・クレーマーのクレーマーズ・チャリタブル・トラスト、ハリバートン、アルファベット、マイクロソフト、メタ、フォード、アップル、アマゾンの株式を保有しています。まあでも勝って。